狐警察の予定の服です。なんか警察っぽくなかった、あんまり警察っぽくなかった。レッスンの後着替えました。もう一歳で着替えた。皆さんお待たせしました。チーク、これチークじゃないんです。もうあのレッスンですごい動いて暑くて顔が赤くなっちゃったんです。そうなの、赤くなっちゃった。赤くなっちゃった。パンセーキャー、ありがとう。シーズンさんありがとうございます。今見てる、さかのぼう。わー、ほんとだ、シーズンさんありがとう。シーズンさんありがとうございます。キャー、パフェパフェパフェありがとう。シーズンさんラブ。 X 見てるよ。こんばんは、こんばんは。お、安定した、よかった。やばい、急にあの私冷房をめっちゃ強くして、あ、寒くなってきた。こんばんは。ゴーって言ってます。あ、これがですね、あ、なんか、え、今の何？リオンさん？今ヒロヒロヒロってヒロヒロヒロってなんか来た、クマちゃんが。え、かわいい、ありがとう。リオンありがとう、ありがとう、かわいい。なんか今日からハロウィン仕様になりましたね。初見です、ありがとうございます。もう今とても暑い。レッスン終わり、暑。警察要素はどこに？うーん、じゃあセリフで逮捕しちゃうよ。なんか警察になったと思ったのに警察じゃない、警察にしたのに警察じゃないっていうかなぴー出来事でした。顔赤すぎてない。いや本当にレッスン終わりもずっと今2時間40分ぐらいずっと踊ってたのでめっちゃ暑いの今。チークじゃないんです。風呂酔いですかって、私飲めません。本当に今レッスンですよ皆さん、やめてよ。めいめい取り調べ24時間の、あら、じゃあずっとお話ししてるぞ。赤ちゃんじゃないです。12月14日シャムカ、え、4部嬉しい、待ってます、ありがとう。キツネです、私キツネ警察だから。カツ丼作ってください、突然だ。作ります、12月22日オンライン、ありがとう、オンライン嬉しい、待ってる、楽しみ。ほっぺ、そうなんですよ、もう暑くて暑くて、ゆでたてみたいに赤い。本当に赤いんですよ。ちょっと特茶でレッスンに言ってほっぺたが真っ赤なメインリングになったってこと。うん、そういうことだね。もう暑くて暑くてお腹すいた。
リボス、嬉しい。いっぱい話そうね。昨日めいめいサインカード手に入れて嬉しかったの。地元名古屋で会えて、嬉しい。ありがとう。名古屋で会えて嬉しいです。私も特茶大好きです。そういえばめいめいでメロンパン買ったの。あ、ありがとう。メロンパン嬉しい。おそろい。メロンパン。メロンメロン。今日の髪型、嬉しい。今日あのレッスン前にガッチガチに髪の毛をキープでやってて巻いたから、絶対レッスン終わった後崩れるなと思ったので巻き強くして来たんですよ。そしたらいい感じの緩めになりました。メロンパン落ちすぎてハマった。お揃い嬉しい。なぜか画面も、あれれ、なんでだろう。お洋服全体、じゃあと、この配信終わった後写真撮って送るね。もう本当にちょっと今急いできたもので、あの下レッスン着なんですよそうなんです。ちょっとだからお見せできる状態ではないので、終わったら待っててね。明太子とメロンパン、ちょっとそれは明太子かもしれないです。でも明太子じゃなくてメロンパンもめちゃくちゃ好き。下のレッスン着、逆に見たい。ほんまですか。ちょっと巻き髪好きだから待って。もちろんやります。あえての下レッスン着見たい。本当ですか。じゃあちょっと、ちょっと恥ずかしいよほんまに言ってます。どうやって落ちそう。ちょっと待ってね。見えない。待って、見えてる。ほら、鏡でこんな感じ。ごめんなさい。ちょっと取り乱しました。ほら、あの鏡見て、こんな感じごめんなさい。ちょっとマジで本当にこんな感じです。よいしょ。こんな感じでした。ジャージめちゃくちゃジャージ、めっちゃジャージなの。レッスン姫を気をつけ、ありがとう。マジでレッスンか。そうなんですよ。もうダッシュで急いでお掃除してから、あの急いで荷物をこの部屋に持ってきて、急いでこれを服に着替えました。早くお話ししたくて。入社な、これは、これがあれです。平田さんとお揃いだったっていうジャージ、お洋服。もう誰も、わからないです。マネージャーさんはいると思います。今日はしないです。明日します。明日の朝はメイク配信して、お昼はあの聞き飲み物、聞き食べ物をします。で夜はあの私が考えたセットリストでとカラオケ配信もします。最終日なのでね、ぜひね来てくださったら嬉しいな。そう、お昼はあの面白い企画と言われている、もしかしたらくすって笑ってしまうかもしれないっていうものです。一
きみゆさん、いやみゆさん絶対わかります。私最高に間違いないです。絶対はい大爆笑です。めっちゃ、いや大爆笑まではいかないかもしれないんですけど、でもあのもしかしたら笑ってしまうかもしれない。今日ね、あ今日カビゴンでした。今日カビゴン、今日カビゴンなの。ごめんなさいね、カビゴンなの。明日はねおはね、ダジャレを言えてる、あ言えてない言えてないかも。格付けチェック、あ、そう、そんな感じです。そう、楽しいの。わー、あ、いい感じに冷めてきた。暑さがいい感じ、ワクワクすぎる。ですね、楽しみ。ガハハって笑いたいんでお昼期待ねえ、期待しないでください。もう頑張る。ミミィのミエさん愛は世界の誰よりも強かった。もちろんですよ、任せてください。もう会ったらもうすぐギューするんですから。今日ウィバースでクリスマスソングを歌わせていただきました。あとさよならクロール、あとなんだっけ、こんばんは。なんだっけ、アカペラだったら多分大丈夫。アイドル、あそうだ、アイドルも歌った。アイドルなんて呼ばないで、グッときました。泣かないの、ラブなんだから。クリスマスソングは世代ちょっと、ああ確かにちょっと違います。でも五時九時かな、確か五時九時の姉が好きでめっちゃ聞いてました。さよならクロール、青い海キラキラ、ドラマ、私も見てました。姉ちゃんといると影響めっちゃされます。姉がめっちゃ洋楽を聴くんですけど、めっちゃ私も洋楽歌います。あとは洋楽だったらエド・シーランさんとかセレナ・ゴメスさんとかテイラーさんとか歌います。ワンダイレクション。お姉ちゃんはさつきちゃん、そうさつきちゃん。そう今日歌ってみたんですけど、なんかちょっと恥ずかしくて遅れなかった。1D 世代、あ嬉しい。英語で歌います。トトロやん。どこですか。トトロじゃないです。あお腹鳴っちゃった、聞かないで、やばい。
今日これチークじゃないんです、ごめんなさい。今暑くて、レッスンで暑くて。やっぱり送ってないよね。え、送ったよ、見て。ちゃんと送ったよ、クリスマスソング。聞かなかったふりをする。あ、お願いいたします。自己え、いやいや、聞こえてましたよね。え、聞こえてましたよね。あ、米印レッスン終わりの配信でした、ありがとうございます。とてもありがたいです。嬉しい。 あ、とりあえず声を出しておけばいいのか。うん、クリスマスもよかった、ありがとう、嬉しい。チーがないんです。本当にもう私赤面症ですっごい赤くなるんですよ、顔前の内巻き。あー、嬉しい、いつもそうなの。ヘビロテアンケ、ヘビーローテーション。聞こえてない。よかった、嬉しい。メミおしゃべりしてたらわかる。あー、そうですよね。じゃあちょっとずっと歌ってます。歌っちがお話ししてます。耳とかもすぐ鳴ります、鳴ります。寒い時とかすごい赤くなります。マネージャーさん聞いてたら何か食料、お願いします。お腹すきました、私ついで死ぬ、死ねない。噛んだ。もう素晴らしくお腹が空いて、なんて。わかんない、ちょっと噛んじゃった、噛んじゃったよ、お腹すいて噛んじゃったよ。おにぎりありがとう。メロンパンないんです、今ここにあるの特茶しかないです。私顔が真っ赤になるの、なんかスキッピ、あ、スキッピ嬉しいピ。メイメイのウィバース登録しました。嬉しい、ありがとうございます。やったー、いっぱいお話ししようね。うん、うん、お腹、うん、もうやだ。なんでこんなか、こんなにお腹、こんなかとか言っちゃう。あ、もうダメだ、なんかもう今なんかもうね、もうトクちゃんも一回飲みます、一回飲む。聞こえてない、いやでもなんか私の耳に入っちゃうともう、あー、ダメなの。見て、もうあとちょっとしかない。今日はいつもにも増して可愛い。ありがとうございます、嬉しい。メイメイの筋トレをしたけどさ、あー大丈夫、これからきっとある、絶対次こそ。今日はそう、なんか聞いてください、今日急いでて練習しないとって思って急いで買ってたんですよ。そしたらジャスミン茶だとこれ思って、こうやって手に取ったら普通のお茶で、私の大好きなジャスミン茶じゃないんです。でもなんか一回取ったら手、なんか手がもうなんかもう 手に取ったらもうあれじゃないですか、もう私の手垢がっていう感じなので、とこれを買いました。そう、間違えて取っちゃいました。でもこのお茶も好きだからオールオッケー。そう、ラッキーということ。にゃん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 、みんな、皆さん夜ご飯は何食べたんですか。お腹すくけど聞きたいなと思って、何食べたんですか。
焼きそば食べた、うわ美味しそう。ラーメンいいな、定番、そうです定番。ベロンパン10個やばいですね、最高。サーモン丼、うわ大好き。ブリ大根美味しい。あーラーメンいいね。エビチリ、おーお肉、ライ、おーロールケ、おーすごい。カレーライス、エビフライ、いいね。ラーメン、セブンの手羽先、うわいいね。キムチ鍋、おー大好き。うな、うな、え、やば、最高じゃないですか。友達と焼き肉、あら素敵。チキン南蛮、わーいいね。煮込みうどん大好き。高速、そうです。キャビア、あら贅沢に素敵。明太パン、あー私食べたい。麻婆豆腐、お、カステラいいね。おでん、ウェイ、そうです。みんな、食べてます。お鍋の残りで、あー私雑炊が一番好き。あらあらあら、寿司いいね。タイ料理大好き。もつ鍋、あーもつ鍋食べたい。私もキャビア食べる、あるけどあまり好きではなかったです。私の味は子供でした。明日だ。高速コミュ、本当ですか、嬉しい。一蘭たこ焼きいいね。トウモロコシ、あらヘルシー。キャベツ、ヨーグルト、リンゴ、ジェノベーゼ、美味しい、大好き。この流れトマト、あらま、トマト、ちょっとトマトはちょっと、うん、いいかも。よきの方かも。カレーライス、卵焼き、あら読んだ答えまで早っ。高速コメント読み、私特技になりました。トマトはちょっとうん、でもよきよき。昨日エビじゃない、うんと、エビクリームコロッケに今釣られました。名古屋食べてないですよ、食べたいんですよ。自分トマト、いいな、私もトマト大好きになりたい。早口は、そうなんです、早口は全然噛まないんですよ私。トマト美味しい、美味しい。めいめいコンビニの、めいめいコンビニの弁当とか食べる、あまり食べないです。でもセブンイレブンさんのあれドリアはめっちゃ食べてました。めっちゃというかこの間1回食べました。昨日のいや名古屋でヤバトン、いいな、私ヤバトンが大好き。食べる、もう食べちゃう。めいちゃん今日何食べたいの？どうしよう、何がいいと思う？トマト苦手なんですよ。ラザニア食べますか？大好きです。ミートパスタだからトマトはじめ、あーいいですね、トマトいいね。今コメント冷え切った、ホットレモン、あら美味しい。ホットレモンってめっちゃ美味しいですよね、蜂蜜入ってるやつ。めいめいピザ好き、大好き大好き。マルゲリータ大好き大好き大好き。パスタ食べよう、あいいね。温かいスープ、あやっぱりスープですよね。ちょっと、トマトはたくさんあっていいよ。でも苦手なので私は1個しか食べない。きっとナポリタンを試す、あ大好き。逆に牛丼、うわめっちゃいい。牛丼よき、好き。でも夜にはねちょっとなかなか重いですよね。トマト無理でこうケチャップ無理な、ケチャップはギリいけるんですよ、全然いけるんですよ。でも生トマトとかちょっと無理です。まだなんか味がいるもの、トマトの果汁が嫌いで、そうなんです、ちょっと苦手なんですよ。そう、もうなかなか遅いんですよ、もう悲しい。ナポリタンに粉チーズかけると思います。ナゲットはマスタード、マスタード。朝からラーメンいける、ラーメンはいける、きっといける。わからない、したことないけど。軽めに雑炊も好きだ。フルーツトマト高いけど本当にフルーツ、フルーツなんですか。でもトマトの味はしますよね。生まれつきトマト、もう多分生まれた時からトマト嫌いです。私朝からトマトいける、もうずっと無理。朝食は白米、浅い。隠し味トマト、絶対わかります。私わかる、絶対わかる気がする。マーラータンメン食べたことないです。トンネル作れます大好き。三角食パン食べたい。トマトうまいで、ほんまですか、ほんまに。トマトミネストローネ大嫌いです。大嫌いというかちょっと
トマトなので、もうトマトがもう無理なので、ミネストローネは頑張ったら食べれます。トマトね、無理だよね。トマトジュースはいけません、ギリ。毎日トマト、えらいね。だから肌白いの、もう羨ましい。私も肌白くなりたいからトマト食べよう、頑張ろう。トマトは、そうなんですよ、美容にいいのはね、私は知っているんですけれども、なかなかトマトは食べられなくて、まだ1個しか食べれられないんです。1個でまだトマトそのままでは食べられないんですよ。そう、ケチャップはいけます。ナスよりもし、ナスの方が美味しいです。ジュースも無理です。焼きトマトギリいきます。体にいってくれて、そうなんですよ。牛乳、豆腐、たまに食べてるけどな。たまにがいけないのか、うん、承知。プリーツのトマト、あれはいけます。なんかもうトマトを食べた時のあのじゅわって出てくる感じが苦手なんですよね。麻婆茄子大好き、私も好き。焼き茄子好き、私も好き。焼きトマトいけるのに、でも焼きトマトでもなんか他のお肉とかちょっと味のあるものじゃないと一緒に食べないと無理なんですよね。ピザのトマトもピザと一緒だったら食べられます。でも一つ単体じゃちょっと食べられないです。原型がない、なんか味がもう、味がもうトマトがあるとやなん、そうなの、そう、トマトの果汁が苦手なんです。もう味がもう、だから味になれたら多分いけます。ハンバーガーにトマト入ってるけど、あ、毎回抜いていただいてます。そうなんです、私そんなに嫌なる古風、そうなんですよ、本当に本当に頑張ってるんです。鼻からめっちゃわかる。めっちゃわかります。でもまあ、でもわかるんですよ、トマトは体にいいっていうことはもう重々承知しているんです。今吐いた伝えトマトの、もうトマトのあの嫌いエピソードめっちゃ言ってます。今もうトマト大好きだから、違うんだってば、違う。まあでも心は好きです、心は好き。でも食べたら嫌い。あ、面白い。ごめんなさいね、どうねえな、泣かないで。もうこれから好きになるところなんだから、トマト待ってて。心は好きと。いや、ガチ好きではなく、半分好きみたいな感じです。トマト話してるのお腹空いた。ちょっとわかるの、見た目美味しそうなんですけどね。でもなんか食べてみたらちょっとあれ、ごめんね、使わせてもらいます。心は好き、お、いいですね、ハマった。トマトベロ入っちゃうくらいでも、だからそれはあなたが入れてるんですよ。私はトマトベロに入ったとしてもトマトは食べない。心では食べてます、あ、心では使ってます、トマトに。でもトマト、でもトマトがトマトベロ、トマト、もうトマトはトマト、トマトはトマトです。もうそうなんです。やばい、お鼻がかゆい、くしゃみでそうだった。そう、結局もうトマト、もうトマト頑張るしかない。ジャージ、あ、映っちゃった、やだ、もうやめてよ。でもトマトは好きになります、頑張ります。
頑張ります。頑張るよ。野菜シスターズ、トマトドキドキ、無限ミニトマト、結構すごい企画だ。トマト投げ合うお祭り知ってます？なんか見たことある。あ、トマトだらけになっちゃうのか。うわー、ちょっと考えただけで面白いもん、面白いもん。でもいいですね。トマトだらけになるのもいいかも。トマト風呂かもしれない。それはもうトマト風呂だ。地獄だね。そんなことないよ。そんなことない。うん、アゲありがとうございます。アゲ面白いな。ないそう。なお、ありがとう。じゃあそろそろ終わりにしようかな。このタイミングのアゲ結構じわる。めっちゃ最高。ナイスタイミング。わあさん、多分わあさんがねくれたの。ありがとうございます。野菜シスタ、うわー、虹ミックさん、ミックさんありがとう。虹トマトありがとう。ミックさんありがとうございます。あっという間、本当にあっという間。明日はたっぷりさせていただくので、皆さん、にぎトマト何、いやいや、そのままです。ありがとう。ありがとう、にぎトマト、ありがとうございます。皆さん、レインボートマト、にぎツナマヨまたツナマヨ、もう明日の最終日、はい、明日も皆さんと一緒に最後まで頑張りたいなって思います。ツナマヨ金もらってもツナマヨあんなに面白いんだから。20分もトマトの話してたの、ちょっと面白すぎません？なんかちょっとイベントの期間なのにこんなもうトマトのお話でごめんなさい。ありがとうございます。虹ありがとうね。じゃあちょっとスクショ、もう好きではないです。まだこの先です。ありがとう。じゃあスクショタイムするよ。いやー、ちょっと明日の配信は結構ちゃんと企画あるのでよろしくでしょ皆さん。なんか前髪おかしいかもしれない。トマト頑張ってね。どういうことじゃ。キトマトかな。私がやだーって言ってるところ見たいんですか皆さん。かわいい子、はい、スクショだ。トマト耐久配信やばい見たいのね。なるほど。じゃあトマトポーズにしてあげる。
嫌いな顔したか。やったぜ。もうキツネ。祈っておきます。お願いします。猫？コンコンコン。雪だるま作ろう。トマトにかぶりつく麺。みゆさんにラブポーズ。みゆさん見えてますか。キャー、みゆさんのこと逮捕しちゃうぞ。キモいこと言った私。もうコロッケハオハオするメミ。携帯バグってイラついてるポーズ。それでも来てくれてありがとうね。ありがとう。みーさん悪いことしてないです。私の隣にずっといてくださるために逮捕しちゃう。キャーッ。充電 20% 止まったメイメイ。変な顔。最後にずっと待って、重たメイって何。やばい。ちょっと待って、重ためい間違いないかも。面白かった今の思った目。険しい顔。ぷくん。枯れた目。それは DD ってことですか、私が。逮捕しちゃうぞ。キツネ警察。はい、ありがとうございます。どうしても君が好きだ。わんわー、パフスリーブかわいい。わかる。ではランキングを見させていただきます。13位、りょうさん。りょうさんありがとう。あと一日頑張っ、頑張れよ。ありがとう。12位ドラガンさん、ありがとうございます。ドラガンさんありがとう。11位チッカーまなみちゃん、ありがとう。いっぱいありがとう。10位つよぴー。つよぴーまたまたありがとう。ありがとうございます。9位アッキーさん、キャーありがとう。虹してくれたね、ありがとう。8位わーさん。わーさん唐突なあげ、マジありがとうございます。ありがとう。携帯暗くなっても見てくれてありがとうね。
ありがとう。7位、ヨシさん。ヨシさん、ありがとう。ありがとう。ありがとう。6ってこっちこっちだ。6位、ゆうてぜとうさん。ありがとう。イエーイ。ちっちゃい6も作っちゃう。ありがとう。ありがとうございます。5位、かずくん。かずくん、ありがとう。朝昼夜ありがとう。ありがとうございます。4位、しろもんさん。ありがとうございます。しろもんさん、ありがとう。嬉しい。ランクイン、ありがとうございます。今日初見だったけど一生するって決めた。何それ、めっちゃ嬉しい。ありがとうございます。嬉しい、ありがとう。3位、ニックさん。なんかいつもよりトマト多いの。ありがとう。おもためいでした。ありがとうございます。虹、ありがとう。2位、リュウオン。リュウオン、ありがとう。ありがとう。呼び捨て、ありがとうございます。で、1位、シーズンさん。シーズンさん、今日もありがとう。いっぱい見てるよ、ほんと。ありがとう。今日撮ってありがとうございます。メイメイにガチ恋した。あら、ニヤニヤ。卵好きって覚えて、ダメですよ。違うから。もう。ノンノン。では、65位。フジキョンさん。やーい、ありがとう。65位のやつかなったね。ありがとう、フジキョン、ありがとう。ではもう一度ランダム。52位、アリスさん。アリスさん、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう。もう一人、89位さん。瀬戸氏さん、瀬戸氏さん、ありがとうございます。ありがとう。読み終わりました。ありがとうございます。めめや、たおしじゃないと怒る？怒らないけど、私は一途の方が嬉しいなって思います。でも私の目の前で他の子に目そらさなかったら嬉しい。目そらしたら怒る。だって、そう、私大重いから。そう、私とお話ししてる時は私のことを考えてほしいなって思います。ガンミ、あら。それはできない。かなっち、重た、そう、重ためいめい。怒られ界隈だから、怒られたい界隈だから。じゃあ怒ってあげるから来て。他の子の絵になんでた、あって言います。あー、うんってする。ストレートに会う、あら嬉しい。ニヤニヤしちゃう。目をそらすことはできない。お、じゃあずっと目合わせましょう。タモシラブフォーエバー。おー、大好き、ありがとう。ニヤニヤ。そんな遺跡大丈夫ですよ。
任せてください。何でもいける花田芽衣ですから。ドボンボメインメインにしてください。そうなんです。来年こそドボン私入ります。頑張る。恥ずかしくてニヤニヤしちゃう。いいんですそれでも。ならそれが私は嬉しいです。頑張って頑張る。毎日大好きって言いたいメイメイです。そうです。大好きしたいです。ありますよ入りますか。はい、さばかれたいというものが私ございまして、ぜひ。はい、さばかれたいあります。あ、なおありがとう。じゃあそろそろ終わりたいと思います。皆さん今日はありがとうございました。そうですね、今日はちょっと遅れてしまっての配信だったんですけど、皆さんといっぱい話せてよかったです。最終日前日ということでちょっとたくさんお話ししたのですが、明日は朝昼晩、企画がありますのでぜひ来てくださると嬉しいです。明日の朝は7時から7時半までメイク配信をして、お昼は12時から13時1時まで聞き飲み物聞き食べ物をします。ちょっと面白いかもしれません。で夜は、6時半から19時59分まで、この1時間半がカラオケ配信になってます。7時59分までがイベントこの締め切りなので、この時間に来てくださって星いっぱいくださると嬉しいです。そうキラキラも投げていただけたら嬉しいです。皆さんといっぱいお話ししてカラオケも届けて永遠をしましょう。盛りだくさん。そう明日は盛りだくさんなんです。なのでぜひ来てください。頑張る。お汁じゃない。お昼めっちゃ面白いはず。そうですはず。そうでも多分あれですね、なんか7時59分までですけど、7時50 55分までに全部わーってやってくださると嬉しいかも。もしかしたらくださったアイテムが反映されない可能性もあるので、ギリギリ投げるというよりは早めにでいただけたら嬉しいなって思ってます。無理のない範囲で一緒に頑張っていきましょう。最終日みんなが大好きだ。ありがとう。早起き、そう早起きしなきゃ。そう明日も早起き。イエッサーありがとうございます。お汁って言わないの。そう私が間違えたからね。ありがとう。では今日も一日お疲れ様でした。また明日。キツネの警察のメイメイでした。ありがとう。ラブチュン。